佐賀サンライズパークは佐賀県佐賀市日の出にある運動公園。1969年に佐賀県総合運動場として指定され、2019年に隣接する佐賀県総合体育館を含めて現在の故障に改められた。1976年に佐賀県で開催された第31回国民体育大会会き、 周期大会のメイン会場地区として整備された総合運動公園。2007年の2007青春、佐賀総体でもメイン会場として使用されている。2019年2月定例県議会で佐賀県総合運動場と佐賀県総合体育館一体を含めたエリアの名称を佐賀サンライズパークに変更する県条例を可決、同年6月1日より現在の名称となった。 現在は再整備中である。指定管理者制度導入当初は、財団法人佐賀県体育協会が指定管理者として運営管理を行っていたが、2012年4月からは、鹿児島県でフィットネスクラブを運営する聖火スポーツセンターを中心とした聖火スポーツグループが隣接する佐賀県総合体育館及び市村記念体育館を含めて新たに指定管理者に、 ついた。指定管理者の更新にあたっては、佐賀県体育協会と聖火スポーツグループの2社が応募し、施設の設置目的の確実な実施、施設の公用の発揮などの評価はいずれも、佐賀県体育協会が上回ったものの、効率化、経費縮減の点で聖火スポーツグループが大きく上回り、総合評価が逆転した。 佐賀サンライズパーク整備事業実施にあたって2020年10月以降の指定管理者を公募したところ、電通グループを中心とした佐賀サンシャインフォレストグループと水野を中心とした佐賀ネクスト創造パートナーズの2グループから応募があり、選定委員会での選考の結果、佐賀サンシャインフォレストグループが選ばれ、2020年10月1日から10年6ヶ月の間指定管理を担っている。 旧佐賀県総合競技場は施設の老朽化に加え、陸上競技場は日本陸上競技連盟大員主公認競技場の基準を満たしておらず、水泳場も国体等が開催可能な公認基準を満たしていないなどの問題点を抱えていた。また、佐賀県総合体育館は観客席の不足、市村記念体育館は築50年以上が経過し、かつ、 フロア面積が小さいなどの問題点を抱えていた。こうした問題点の解消、並びに佐賀県で開催される次期国体全国障害者スポーツ大会に向けて2016年よりこれらの施設の抜本的整備の検討に着手。2017年3月には佐賀県総合運動場等整備基本計画を策定佐賀県総合競技場 佐賀県総合体育館を一体的に整備し、両エリアをペデストリアンデッキで結ぶ計画が策定された。2018年3月30日、整備エリア全体の相性を、町名の日の出町に由来する佐賀サンライズパークとし、アリーナの観客席数を8000席規模に拡大することを決定。基本設計業務は、佐賀県の発注した公募型プロポーザルの結果、 施設計、石橋建築事務所、三原建築設計事務所、税部位を選定した。11月1日、県は、佐賀サンライズパーク施設計画を決定、各施設の整備概要を公表した。それぞれの施設に、以下のような相性を付与している。県議や地元住民、県に寄せられたメールで、好意的な意見が多かったこともあり、2019年1月18日の、 会議で整備エリア一体の正式名称を佐賀サンライズパークとすることを決定。2月県議会に佐賀県総合運動場条例と佐賀県総合体育館条例を統合した佐賀サンライズパーク条例を提案することになった。また、整備後の運用に関しては民間に運営権を売却する運営権制度ではなく収支の差額を行政が補填する指定管理者制度を 採用することも決まった。メイン施設のアリーナ新設に197億円、設計費などを含めたパーク全体の総事業費が470億円であることが分かった。その後、アリーナ新築工事入札の不落を受け、県はアリーナの建設費を含めて65億円を増額する予算案を11月定例県議会に提案することになった。それに伴って、 パーク全体の掃除業費は535億円に増額される。ありがとうございます。